ロイド、久しぶりだ。先輩方、お怪我はありませんか？リン、ユーナも。ああ、こちらは全員無事さ。アランドールからクロスベル入りは聞いてたが。灰色の騎士、いいえ、ドールズ7組の方々ですか。どうやら通信妨害を解除したみたいですね。ああ、こちらでなんとか妨害装置を停止できてね。利用されていた響きの貝殻もようやく回収できたところだ。調印式の事件を聞いた時はどうなることかと思ったけど、アリサ、マキアス、ドア先輩にシャロンさんも本当に無事でよかった。いい、こっちのセリフよ。でもその瞳と髪の毛は一体何があった？驚かせてすまない。こちらでもいろいろあってね。エステルにヨシはアガットもそっちで頑張ってくれていたみたいね。サンクス、3人とも。そうそう、王子殿下ご夫妻も無事保護できましたのでご安心を。ほんと？ミュージちゃん。そっか、知らねえオリビエも。新婚早々に災難に見舞われたもんだが。ええ、心配が一つ晴れましたね。未だ予断を許されない状況が続いてはいるみたいだけど。ああ、新総統が出した声明というやつか。七の輪の復旧直前に配信されたそうだが。ああ、実は。バカな。帝国と共和国、いいえ、全世界に従属を求める宣言ですか。さすがにちょっとヤバいかな。ええ、帝国は一旦様子見でしょうが、共和国が黙っている理由はありません。全力でテロ国家クロスベルを叩き潰し、さらには帝国の責任を厳しく追及するでしょう。あの新大統領なら確かにそれくらいはしそうですね。ええ、たとえ新総統が偽物の公使であったとしても。正直そっちも衝撃的だが。町を占領した新総統が偽物だなんて。帝都で本物に会った時はさすがに信じられなかったかな。ノルドでの風の牽制、そしてそちらで現れた火炎魔人。状況的に新総統が複製されたのはほぼほぼ間違いないでしょう。確かに脱走や事件発生の流れも含めていろいろな辻褄も合いそうです。ロイドは薄々気づいていたみたいだね。ああ、いくつか引っかかる部分はあった。同じ子供たちとしてレクターさんが感じていた違和感、そして軍需工場で偽物を知って可能性くらいは考えていた。そうか。なるほどな。ま、偽物って確定したんならあとは全力でぶっ潰しゃいいだけだろう。そうだね。クロスベルにもこうして侵入できたし、もう一人残っている偽物には気をつける必要はありそうですけど。ああ。同化だったか。これも彼の影響みたいだが。ええ、おそらくリーンさんというイデアそのものを侵食するような。このまま進行したらどうなるのか現時点では私たちにもわからないわ。そんな、8体目の鬼神も含めて俺たちにとっても他人事じゃない。何としても真実を突き止めよう。リン、俺たち支援課もきっと力になれるはずだ。ロイド、ありがとう。俺たちも全力を尽くすよ。クロスベルを取り戻すために。もちろん私たちもです。
この危機を乗り越えるためにはきっと全ての力を結集しないとならば我々もそこに加わらせてもらおうか。あ、兄上。勝手ながら会話は聞かせてもらった。彼女たちの協力でね。てっちゃん、サイトも風の牽制殿に神速のそなたまでいるのか。久しぶりだ、ティオ。ロイドたちは5日ぶりになるか。私にはお構いなく。成り行き上仕方なくですし。黙って姿をくらましてすまなかった。ちなみに雫は無事だ。今は去る人物に預かってもらっている。そっか、雫心配してたけど。ああ、よかった。ってレン、どうしてあんたまでそこにいるの。君は今回はリベールで留守番だったはずだけど。おじいさんからのことづてでね、急遽裏ルートでクロスベル入りしたの。本物の彼と行動していたのも含めてなかなか連絡も取れなくてね。ルファさん、テートで連れていた者たちもいるようですね。改めてになるな。支援課の諸君、ユーシス、トールズの諸君とはシーとしての開講以来か。レクター君、クレア君も壮健なようで何より。あんたもな、筆頭殿。どうやら本物みたいですね。ええ、レンたちが保証するわ。ルーファスのお供みたいに言わないでほしいわね。雇われたのはナーディアたちだけなんだから。こだわるね。やれやれ、似たようなものだと思うけどな。そうか、やはりあなたたちだったんですね。おととい軍需工場で通信越しに連携したのは。あ、端末越しに話した。やれやれ、そういうことか。やっぱりあの時の声はベンちゃんだったんだ。さすがに気づいてたみたいね。その説は世話になった。例代わりと言ってはなんだが、君たちと共有しておきたい情報がある。この事件の裏に隠されていた人ならざる存在についてだ。エルシオン。かのエプスタイン博士が予見したというシンギュラリティの産物。皮肉なものですね。あの大戦を最後のきっかけとしてそんなものが生まれたなんて。未来予知すら可能な超高度機械知性、それがあの偽物新総統の登場とクロスベル占領の背景にあったものですか。そして鍵となるのはその元管理者であるという彼女、ラピスと言ったか。ラピスローゼンベルクよ。興味本位でジロジロ見ないで。ローゼンベルク人形は優雅にして高貴。そこには愛しさと慈しみがなくっちゃ。ああ、すまない。しかし本当にすごいな。ええ、ローゼンベルク人形は以前ベルから何度も見せられたけど、戦術核とは別のベクトルで凄まじい技術が使われていますね。さすがは希代の人形技師、ヨルグマイスターですわね。はあ、どうなってるかちょっと構造を見てみたいかも。見せないもん。落ち着け、ティータ。えらくすんなりと受け入れたもんだな。
伊達に修羅場はくぐってないみたいだね。彼女からエリュシオンを奪った何かが偽物の私の背後にいる。真実を見出し、クロスベルを解放するために元管理者である彼女の力は必要だろう。それらを踏まえた上で協力を受け入れられるかね。かつて君たちを鳥籠に押し込め、黄昏を推し進めてきたこの私とも。ルーファス・アルバレア公使、クロスベル警察へ特務支援課としてその申し出受けさせてもらいます。まあ、あんたには総督時代に散々煮え湯を飲まされてきたが、だからこそ実力も手腕も俺たちが誰より分かってるってもんだ。確かにある意味信用がありますよね。こうしているうちに共和国もすでに対応に動き始めているでしょう。でも速やかに町を解放できれば各種交渉もまだ間に合うはずよ。はい、だったら私たちは合理的な選択をするまでです。クロスベルの独立を今度こそ本当の意味で勝ち取るためにも。そして必ず大切なものを取り戻してみせます。みんな、リベール組も当然同じ気持ちよ。もちろん俺たちトールスもだ。それとは別に兄上には言いたいことは山ほどありますが。全てが終わった後でならいくらでも付き合おう。それではただいまをもって我々も君たちに参加させてもらう。私自身のトガとやり残しを片付けるためにも。いや、もはやそれだけでもなくなっているのかもしれないが。課長や司令たちも含めて改めて話し合ってみないとな。まもなく統一国への反抗勢力が都市への襲撃を開始するとの情報がある。今こそ黒の英士たる誇りを示したまえ。大陸の恒久平和を守るために。ジーク・クロスベル、ジーク・ピューラー。
こちらも配備は済んだ。博覧流の方は正直始まってみないとわからないがね。まあなるようにしかならねえだろう。てめえらも準備はできてるな。はっ。まもなく作戦開始時刻よ。警備隊は警察各員とともに市民の安全確保を最優先にしつつ、各街区で黒の衛士を制圧。特務支援課トールズ7組ルーファス講師たちはその隙にタワーへ先行。最終目標である
新総統の確保を目指します。クロスベルの命運はあなたたちにかかっている。作戦の成功と幸運を祈ります。イエス、ラン。役者共に死を、相当閣下に勝利を。こいつら前の侵食が強まっているのか。新総統もいよいよなりふり構わねえって感じだ。お前たちは先に行け。すぐに駆けつける。了解です。一旦ここは任せたよ。とっとと行きやがれ。私たちは先行してリーンたちのところへ向かいます。俺も予定通り筆頭殿に合流させてもらうぜ。支援課の皆さん、女神の加護。ああ、そちらもタワー前でまた会おう。リーンと有望によろしく言っといてくれ。はい、参りましょう。さあ、ここからが本番ですね。絶対に取り戻しましょう、私たちのクロスベルを。なあ、行こう。エステルたちもよろしく頼む。うん、背中を任せて。他のチームも追っ始めたみてえだな。行きます。俺の番だな。よし、開けられない。
ですね。来い、後期です。行きましょう、ノイダさん。分かった。世話が焼けるな。頼んだよ、エリー。よし、許しません。頑張って、エリー。任せて。覚悟してちょうだい。これで決めるわ。デバイン・クルセイド。今よ。もらった。久しぶりだ、ティオ。ロイドたちもよくここまでたどり着いた。そっちもなんとか突入できたってところか。もう、あんたって子は心配かけてくれちゃって。そうだよ。まさか元総督さんと一緒にいたなんて。はあ、心配かけたのはどっちって気もするんだけど。無事に会えてよかったわ。本当に。うん、レンちゃんも。改めて、お帰り、レン。ええ、ただいま。サイトも、お帰りなさい。ずいぶんすれ違いましたが、また会えてよかったです。すまんな。お主にも声をかけたかったが、ここからは私も改めて力を貸そう。特務支援課の警察犬として。なあ、よろしく頼む。これでようやく支援課も勢ぞろいね。キーヤが戻ったらパーティーでもやりてえところだが。ロイドたち、リーシャネー、よかった、戻ってきたんだな。おお、ワジもいるぞ。本当だ、ウェンディ。それにシュルちゃん。彼らも一緒か。本当にタフね、この町の人たちは。うん、ロイドたちだ。
せて。はあ。アクセくれん。よし。再びこのよくぞまた我々に依頼する気になりましたな。逆に私くらいしかこの手は打てない。料金分の働きは期待しているよ。承知した。かかれ。やあ、リスクマネジメントの観点では当然想定しておくべき事態だろう。あの新総統ならとっくに見抜いていそうでもあるね。ロイド君、エリー、ミリア君を止めに行きたまえ。魔鋼騎兵に力を供給しているのは彼女の舞だ。それさえ止めれば。どうか見せてくれ、君たちが示し続けてきた正義。君たちならきっと新総統を止められる。かつて食い止められた元大統領として私が保証しよう。
これはどうかな。ターゲット続いてくれ。大事、行くよ。アクシクダーよーし行くわね。よし強化する。やあ行くよ。覚悟はいけない。キラリ行こう。スーちゃん了解。俺の番だ。やるしかない。ヘッ。こいつで終わりだ。よう、久しぶりだな。話には聞いていたが、あんたがアームブラストの真似事とはな。いい加減きつい年だろ。黒歴史になっても知らねえぞ。子供たちの我々には今更だと思うよね。そうですね、レクターさんはまだしも未だに乙女は…じゃなくて、お久しぶりです。サポートに参りました。ああ、歓迎するよ、クレア君、レクター君も。お前さんたちがそれを言うかい。まあ、短い間だろうが、よろしくな。そんじゃな、アイアンブリード、最後のミッション開始としゃれ込むか。どうか背中はお任せを。表舞台には出ない。Thank you.
がいいな。ターゲットする。続いてくれ。ナディア、続け。いいね。任せたまえ。響かせよ、ダークレクイエム。私の番だな。どうしようかな。駆動。ターゲット。続いてくれ。ダメージ。エイ。
今回のあなた方の決起をもって元大統領とキリングベアからかねてより打診されてはいたのですが、さあどうぞお進みください。この場は我々が引き受けましょう。行政区の方はすでに戦いが始まっているようですよ。そろそろ始めた頃合いのはずだ。私たちも負けていられま。あれはアリサたち。無事に突入できていたか。それでこそ皆様ですわ。トールズ七組相当閣下の我らのた誰ごと。アリサ、マキアス、了解だ。
なんとかギルドを解放できてね。立てこもっていた市民たちも怪我。そちらのあなたが灰色の騎士、いえ剣聖シュバルツァーね。うん、確かにうちの剣聖に。ああ、新街区の方も含めてなんとか解放してみせるさ。あなたたちは新総統のもと。ここは遊撃士の皆さんとスカーレットさんたちに任せて良さそうだね。ええ、僕らは僕らのやるべきことを果たすまでです。リーンたちと合流した今、恐れるものは何もないわ。行くぞ、トールス7組。